ぶっちゃけですよ。佐山さん、僕見た感じでちょっとやばいなって思ったんですよ。佐山さん、今でもだって生活の全てをあの筋肉に捧げてらっしゃるので。そうですね、もっと大きくなると思います。おー、皆さんこんにちは、筋トレ大学のお時間です。先日2回にわたってサイヤマンさんとコラボをさせていただいておりまして、記録ができるぐらいに伸びました。そんなですね、仕掛け人のサイヤマンさんから先生にですね、お礼のお言葉がスタッフに送られてきまして、はい、内容を先生にお伝えしたいと思うんですね。先生、今日先生の足トレ2セットだけだったんですけど、今度こそフルセットでぜひお願いします。本来5セットぐらいやる予定だったと思うんですけれども、確かそうですね、はい、2セットで佐山さんも終わってしまいましたので、今度は5セットやりましょう。ナローで2セットやって、その後ワイドでもやりたかったんで、はい、あ、そうだ、はい、あとスクワット以外のものをもう1セットですね、うん、トータル5セットやって、まあ、足のトレーニング終わりという感じにしたかったです、うん、収録時間の関係上全部の種目をできなかったっていうところはあったんですけど、佐山さん来たらじゃあまたやるってことですね。佐山さんからの言い分では、あの後帰ってからちゃんと足トレは追加でやっといたんでと、はい、おっしゃってます。なんで、まあ佐山さんの実際トレーニング、僕も YouTube で佐山さんは本当にかなり昔から見てたんですけど、佐山さんがすごすぎる。インターバルの間での回復とか、1回のトレーニング時間でのその1回オールアウトしてからやれるっていう能力は高いんですかね。やっぱり2セットしかやらなかったんで、そんなに回復力というのは分からなかったんですけれども、あ、まあ、それでも回復力高い方だとは思います。まあ、チキン繊維が多い、うん、チキン繊維が多いというのは悪いことじゃないですが、はい、ミトコンドリアが多い、グリコーゲンが溜まっている、毛細血管も多い、はい、このような状態だと回復しやすいということになるわけです、うん、逆に側筋繊維が多い人、そのような人は収縮タンパク、アクチンとかミオシン、そちらの方にダメージが来る、そのようなトレーニングをやると回復が遅いということになりますので、まあ、回復力が早い方がいいとか悪いとかいうわけではなくて、どっちが肥大しやすいのか、その場合は側筋繊維が多い人は側筋繊維のためのトレーニングをする、チキン繊維が多い人はチキン繊維を発達させるためのトレーニングをするというように変えていくことが大事です。チキン繊維が多い人も側筋繊維のためのトレーニングをした方がいいということがありますので、うん、どちらかだけではなくて両方ともバランスよくやる、うん、まあ、ただ、その得意な方のトレーニングを多めにする、はい、その方が反応はしやすいと思います、うん、先生の中での弟子ランキング、ぶっちゃけですよ、佐山さん、僕見た感じでちょっとやばいなと思ったんですよ。筋力の強さとか、はい、爆発力の強さのあたりだと、うん、私とても多くのアスリート、そうですね、はい、あるいはまあ格闘家、力士を教えてますので、はい、そういう人たちがもう明らかに上に来ます、うんうんうん、ただ回復力とか持久力とか、はい、そのような点で言いますと、まあ、マラソン選手ですとかとラグビー選手なんかも教えているんですけれども、うん、はい、かなりサイヤマンさんは高い方ではないかなと思います。すごいサイヤマンさんなんですけど、サイヤマンさん的には腕のトレーニングやった後に、これもう1セットいけるんじゃないですかね、いやもういけるんですよっていうエンディングで最後終わってるんですよ。あのサイヤマンさんの状況下において先生の判断としては、じゃあ例えばなんですけど、腕のトレーニングをもうあと 2,3 種目追加するとか、もう1セット同じことやった方が良かったのかとか、30分1時間経っても回復しきったからもう1回トレーニングしてさらに成長が促されるのかとか、この辺の判断ってどうだったんですか。30分休んだらもう1セットぐらい皆さんできると思うんですよね、まあ、そういうことを考えますと、まあ、例えば1日のうちに1時間トレーニングして1時間休んで、また1時間トレーニングして1時間休んでみたいな、ずっとトレーニングすること可能ではあると思います、はい、まあ、でもそれはおそらく101は超えてしまう、意味のない刺激を与えているだけ、回復を遅らせるだけ、まあ、ですのでどれだけ刺激を与えられるかという点でいうと、もう休み休みやっていけばいくらでも刺激を与えられるわけです、うん、でも大事なのはそこから回復して筋肉が発達することなんですね、はい、うん、ですので刺激を与えるだけのことを考えるのではなくて、どれだけの刺激を与えれば回復が起こるのか、必要最小限の刺激を与えて、あとは回復のためにエネルギーを持っていく、これが大事になってきます。刺激が十分であれば、もうあとは回復の方にその回復能力を持っていく、こうすることができればもっと大きくなると思います。お、佐山さん、今でもだってその生活の全てをあの筋肉に捧げてらっしゃるので、じゃあこれからもっともっとチャンスは増えていく可能性が高いですかね。そうですね、刺激を最小限にすること、はい、もっと回復の方に時間を使うこと、はい、この2つ考えるだけでもっと大きくなると思います。101なのか、もう1セット追加してもいいなのか、何を基準にしてこれで101だからもう OK だよっていう判断されるんですか。
翌日に軽い筋肉痛が来れば100日。おですのですごい筋肉痛が来ればいいというわけでもない、はいはい、ですね。トレーニング中やってる時にどれぐらいの、まあ、きつさだったら101なのか、それをどのように判断するのか、はい、ということなんですけれども、はい、それはセットを例えば2セット3セットやって回数が落ちる、できなくなる、明らかにそれが起こったらもう十分に疲労していると、追い込まれているということになります。まあ、前回の朝山さんの腕のトレーニングで、ね、はい、2セット目の 13.3 キロ、ほとんどできなくなってきましたので、はい、このあたりで本当だったらもう十分ということになります。あれじゃあ先生ちょっとおまけしましたそうですね、まあ、5セットやるっていうふうに決めちゃったので本当だったらあれ2セットだけで十分だったと思います。僕から質問は以上なんですけども、なんか最後に先生また朝山さんにぜひ一言お願いいたします。そうですね、前回は5セットやるべきところを2セットで終わらせてしまったので、うん、次回はちゃんと5セットやりましょう。どんな内容かちょっと僕も怖いんですけど、佐山さんぜひお楽しみにしてください。